ぶっちゃけこれなら20秒でできます。こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい、始まりました、美咲の部屋。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。美咲の M M ですね。はい、すいません、なんか乗ってからね、申し訳ない。はい、はい、今日は3分クッキングならぬ20秒アレンジをやっていきたいと思います。はい、はい、これ、わからないな。はい、はい、できなかったらどうぞ笑ってください。はい、はい、それでは動画スタート。はい、まずベースは軽く巻いた状態です。スタイリング剤ももうつけといて大丈夫です。おすすめなスタイリング剤は概要欄に書いてますのでご覧ください。こんな感じのちょっとデカめなクリップを使っていきます。ちなみにこれはどこで売ってますか？ラティスっていうちょっとプチプラの小物が売ってるところで買いました。よーい、スタート。はい、まとめて、下ら辺でまとめて2回ねじってクリップで止めます。ストップ出して側面を少しほぐして、おくり毛をちょっと下ろしたら完成。どう？25秒はい、ということで、はい、ガチで25秒で終わりました。できなかったですね、20秒は。20秒は、さすがにちょっと難しいけどね。でも喋ってたから。そうやな、まあ、じゃあ埋めてみるでしょ。はい、でもこれで25秒やったら結構すごいよね。いいと思います、うん、はい。だからまあ、なんかちょっとした時に使えるって感じ。そうです。なんか食事の前にとか、うん、あと仕事で邪魔な時とか、うん、ですね。なるほどね。まあ本当にでもベースありき、はい、朝なんか例えば巻いてとか、まあちょっとオイルつけてスタイリングして邪魔なって時にギュッとまとめる感じで使えるかなと思いますので、はい、ね、緊急事態宣言明けるかも。そうなんですね。もうすぐね。だからもしかしたらちょっと食事いけるかもしれないですし、はい、でも行ったとしてもね、飛沫だけは皆さん気をつけてもらって、はい、まあ皆さんよかったらね、このアレンジぜひ試してみてください。お願いします。噛みました最後。うん、この動画が良かったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you. バイバイ。